皆さんこんにちは、西内マリアです。いやー、今日はね、久しぶりに家で動画を撮ってます。何をするかというと、お待たせしました、ヘアアレンジ講座タイム。今回は何のヘアアレンジをするかと言いますと、そう、ちょっと前に皆さんにアンケートを取りましたよね。3つぐらいアレンジを載せて、どのアレンジ方法を知りたいですかと皆さんにアンケートを取ったんですけど、一番多かったのが波ウェーブ巻きでした。波ウェーブ巻きとは、今ちょっと簡単にやってみたんですけど、このように並々になっていまして、ちょっと普通の巻き方とは変わった巻き方になってます。なので、まあ巻き方を知らない方も中に多いと思います。なので今日は私流のやり方なんですけど、実際にやってみるので、ぜひ皆さんやってみてください、一緒に。それでは始めたいと思います。ちょっと残しておいた髪の毛がここにまだ巻いていない髪があります。ほらここまだストレートです。見えますか？これを今から巻いていきます。用意するもの、じゃん、ミニコテ、私の必需品なんです。このミニコテでなんとこの髪型ができちゃいます。はい、これぐらいの太さのストレートアイロンでもうできますし、あとはカールアイロンでもできますね。カールのコテだとちょっとやり方が違うんですけど、ミニコテ持ってる方はこれでやってみてください。では始めます。まずこれを普通にストレートをする時みたいにこのように挟みますね。で、根元の方から内側にくるーんってやります。そしたら今度下変わって外側にくるーってやります。そのまま続けて内側にくるーってやります。そのまま外側にくるーってやります。ほら、くね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 になりました。それでは次、こんな感じですね。取る量はこれぐらい、本当に一つまみこれぐらい取って、根元の方から内側にくるー、外側にくるー、挟んだまま下に滑らせるようにしながらこうやってやっていきます。すると不思議と波のウェーブになってるんです。はい、残りはここにいた。いきますよ。見えるかな？ゆっくりいきます。挟みます。内側にくるっとします。あまりしすぎないぐらいで。そしたら下に滑らせながらくるっと外にやって、今度は下に下ろしながら内側に巻いて、外側に巻くと。ほい。これ後で手でほぐしてください。で、こんな風になじませれば出来上がりです。分かったかな？で、コツなんですけど、上の方もてっぺんもこういう風にやって、ちょっとふんわりと出してください。なんだろう、ちょっとこう夏とかは胸元とかここら辺がこう空いてる洋服とかを着た時に、結構髪型ボリュームがあったら寂しくならないので、ぜひやってみてください。で、私のポイントはですね、毛先ですね。こうやってやっていくのはいいんですけど、毛先の方が巻かずにストレートになってる場合とかが出てくるので、それだけは気をつけて内側にこう入れ込むというか、ちゃんと最後は内側に入れるなり外側に跳ねるなり、ちょっとこうニュアンスをつけた方が絶対に可愛いと思います。で、前髪もぺちゃんっていうストレートよりかは、こうちょっとずつ持ち上げて、ミニコテでまたこう内側に、あはは
やりすぎた。こういう時は手ですぐほぐしてください。はい、内側にちょっとくるんと毛先の方だけやればふんわりした前髪ができます。こんな感じで私はいつもやっております。で最後にじゃん、スプレー。私がいつも使っているのはこれ、デューサーベール5番使ってます。これを最後にわーっと全体にかけてほぐしてやれば取れにくいです。でちょっとこう外人さんがやってるのをよく見るので、それに憧れて私もちょっと始めるようになりました。はあ、そうですね、ちょっと変わったヘアアレンジ、ぜひ皆さんも挑戦してみてください。波ウェーブ巻きのやり方でした。またねー。